マルサーホビー動画チャンネル、えー、ラジコンエンジンカーのならし運転からメンテナンス、えー、注意するポイントです、えー、まずラジコンエンジンカーですそれで最近はあのー、組み出したものもたくさんございますけれども組み立てキットもありますでラジコンエンジンカーのまずならし運転の注意点ですねあのー、説明書も全部書けませんのであのー メーカーによって多少差があります。で大きく割るとあの分けると2つやり方があります。1つは一番理想的な方法で車を完成品組み立てをした後で、えー、走行しながら走らせるタイプです。で走行しながらどうやるかっていうとあの単なる走らせるだけじゃなくてですねエンジンが始動してから走らせて、えー、簡単に言うとここのスロットルがあのえあのいっぱいになっていてスロットルをあの全部あの全開にしても小沢の速いぐらいで煙がもうもう出るくらいの速度のゆっくりであのー えー、楕円であのオーバルで楕円で走行して、えっ、ー、とそれを少しずつ繰り返していきます。で、なぜそれをするかって言うとですね。これがスロットのがいっぱいで、あのスピードが出てしまうような。このメイン調整のメインニードルの位置だとあのー。 えー、要はの、スピードが出て,て、えー、と燃料が少ないってことになるんですね。でマフラーから煙が出てるうちは、燃料が混合でアルコール、ニトロメタンとか入ってますから、マフラーから煙がもくもく出てる場合はあの、エンジンには優しいです。燃料を無駄遣いする使い方なんですけれども、とにかくフルスロットルで、あの全開にしてもあのゆっくり走るくらいの手に、このメインニードルを緩めます。えですから止まりやすいもんで、それは気をつけて走らせます。これが一番理想的なんですね。で、あの走らせない慣ラ運転のやり方もあります。これはちょっと例外のやり方なんですけれども、えー え自分もそうなんですが、時間がない場合とか、あとは人がいっぱいいるところのサーキットなんかで、そんなゆっくりなスピードでやってるとぶつけられて壊れてしまうって時あるもんですから、メーカーの方では推奨しないやり方もかもしれませんけど、私のやり方はこうです。で、全部作った後で、まず始動します。で、プラグヒーターはつけたまんまにしていて、少しずつこれを開けていくんですね、スロットルを。で、それでプラグヒーターつけっぱなしにして、あのー、 もこのメインニードルを緩めて緩めて緩めてですからものすごく燃料を無駄遣いするようなマフラーからもうボタボタあの煙とか出るような感じであのやって1タンクもやっちゃいますでその後にあのにもう一度指導をしてやるんですけどこれのメインニードル少し30時計の,あの えー、時間にして5分間くらいと少しず少つし少し少し少し、えー、締めていって、えー、結論と5段くらいでもうやっちゃいます。でそうするとあの短い時間で習習手運転をします。ただしあの周りがかなり汚れますんで燃料とかであんまりあのいい方法ではないんですけれども時間がない場合周りがたくさん走らせている場合はこのやり方でやるやり方もあります。らし運転はあの絶対これが2サイクルの簡単なエンジンなんですけれども正解というのがないんであくまでも2つのやり方なんですけれどもそれがあの、えー 理想は走らせながらですけれども、あのメーカーの説明書によって多少やり方もあります。えー、昔のメーカーだと、スターターボックスを使って、それで無理やり回してからあの燃料を回してくださいっていうのもありましたけど、それはピストンとか傷むもので、あんまり個人的には進められないですね。ですから、走らせながらやるあの、止まった状態でやるっていうのは、ケースバイケースでやります。で、エンジンの場合は、ツーサイクルの簡単な部品になってますけれども、あの火が入ると生き物みたいな感じして、私、大変楽しいんですけれども、音も出ますんで、あの周りの注意は必ず必要になります。 でえー、っとあとはあのー、エンジンを最初スタートするときに慣れた人でしたらもうあ,のー、あまり注意しなくてもすぐできますけれども説明書だとあ,のあまりお客様に危ないことをかけないものですから送信機のスイッチで車のスイッチでキャブレーターがこの一番最小になってからかけなさいっていうふうになってますけどこれだと燃料がきにくくってあの油も少ないものですから、えー、っと自分のやり方だと送信機受信機のスイッチは消して台の上にのっけてこれを少し3分の1くらい開けます。これで、えー、の位置の方がのかけやすいですね。 あのー、ただあ,のあんまりフルゾットにしてしまうとあの無負荷でエンジンが回って壊れてしまいますからあくまで少し開けてエアや分かりづかったらエアフィルトを外しますで台の上に乗っけといてそれで紐を引っ張ったりスターターボックスでやって燃料を呼びます燃料タンクにあのボタンがあってあの燃料を送り込む燃料タンクはいいんですけどそれがない場合はこの口を塞いでスターターボックスとか回すとあのジュースをコップであのストローでするような感じですぐ吸われますから音が変わったら手を離してあのえっ、ー、と 指導します。で、一回回ってしまえば、あのー、最近のエンジンは工作精度も高いもんで、あのすごくよくできますね。だから、うんとあまりエンジンの場合は無理をしないであの指導します、えー。火が入ってやると、えー、あの生き物みたいな感じでさっき言ったようにあのー。 えーあのー、エンジンジのの音がして迫力の一つになりますねで次はあの走り終わった時のポイント出すんですけれども燃料は錆びる成分があるっていうことを覚えておいてくださいですからどうすればいいかっていうととことん最後まで燃料は抜きますで燃料タンクに入ってたのを間違えても、あのー、元の燃料管には戻さないでください、あのー、その残ってる燃料が、あのーえー、質が悪くなりますからというか燃料は使い切りますで、あのー、その燃料を使い切ってもこれ以上かからないってなった時にあのー、えっ、ー、と 場合によって、このキャブレターの方から入れたりとか、プラグヒートプラグの穴をこう、から入れたりとか、こういうメンテナンスオイルをつけます。で、これは、えっと、これで、紐を引っ張ったりとか、かけたりとかすると、あの、錆止めが回りますんで、エンジンが保護になります。これをしないと燃料あの 燃料の成分でエンジンの中で錆びてしまいますから、錆止めは OS とか HUD とかいろいろ出てますんで、それを必ずたくさん入れる必要はないです。少しでいいんですね。で、これを少し開けておいてあの、数滴垂らして紐を引っ張って、えー、この場合は回すタイプのエンジンです。スターターボックスは少し入れてから、少しあの、えー、フライフォイルを当てて回します。ね、それがポイントですね。であとはあの、どの説明書にもあまり書いてないものですから、あの言いますけれども、クーエンジンですから、えー こういうい例えば教章の説明書は何も書いてませんけれどもあの風が足らないとこれ冷えないんですねですからフロントガラスに必ず開け穴を開けます嫌がる人もいますけどそれがないとボディつけてオーバーヒートになってしまいますからフロントガラスに穴を開けて後ろにも穴を開けます。 自分の場合は、あの、テストで使う場合が多いものですから、前に開けて、後ろに開けて、横の穴も開けて、紐で引っ張れるようにして、プラグヒートもつけてっていう風に、だんだん穴開い,と,いと、だんだんオーン化になっちゃいますけれども、えー、テスト総合なものですから、あの、開けてますけど、まあ、その辺はお好みですね。ただ、必ず前と後ろはあの開けないと、あの、クーレンジンですか、風が当たるようにしてください。えっ、ー、と、かなり抵抗する人もいますけど、これは絶対に必要ですね。で、メーカーの説明書には何も書いてないので、分からない人は分からないんですね。えっ、ー、と、それであとは、気をつけるのが、あの、 エンジンカーで、まあ、あってはいけないんですけれども最近は最後なりましたけどノーコンって言ってあのコントローラーが効かなくなった場合の緊急の止め方ですねで説明書によってあの燃料のチューブをつまむやり方とかありますけれどもあのコントローラーがいかない時危ないですからどうするかっていうと人の車でも自分の車でで構わないんで踏みつけますえ車を踏みつけてとりあえず動かないようにして次に何かやるかっていうとエアフィルターがついていてもここの キャブレターののここのとことろをあの塞ぎますそうすればどんなエンジンでも空気が入んなかったら回れませんから0.1秒で止まりますからこれは覚えておいた方がいいです。でなんで人の車でもあの踏んづけちゃうかっていうと,、えー、と車を間違えて持ち上げたりとかすると向こうでこのエンジンがバーンとすごい力で回ってエンジンが壊れちゃうんですね。ですから必ず地面につけた状態でやるんですけど手とか出すとどう動くかわからないんで危ないんで怪我をする恐れがありますから人の車でも関係ありません。フロント周りを踏んづけてエアフィルターを潰す。これがもう鉄則です。 そういうういいいいのを覚えてておかかななといざとざ時に手が動かなくて最近の送信機の方にはフェルセーフアダプターバッテリーフェルスア,ブアダプターっていうあのノーコンボイ装置止めちゃう装置もついてるんですけども絶対ではありませんからあの設定が必要なのとあのそれが効かない場合もありますのでそれは覚えておいた方がいいです。エンジンはあの、えー、人によってだいぶ差が出ますので簡単にエンジンをかけられる人もいればあのこのリコールを一発で引いてできるのもの それはうまいヘタていうのは慣れの状態なもんですから、これを引っ張っただけで経験者の場合は燃料が多い、少ないとか、プラグのヒートがうまくいかないとか、そういうのがもう手応えで分かります。それはちょっとやってるうちにだんだん覚えていって、電動にはない面白さがあります。えー、2サイクルのタイプで10分の1でも1 8分の1も基本は同じですから、ただあのどうしても上視点に行くと、ピストンが上の方に行くとですね、硬くなって、それを取り込むと柔らかくなります。あの真鍮の筒にピストンがアルミなんですね。 で上がテーパー状で狭くなってますから上に行く手に従って上視点で一番硬くなります最初新品のうちはそれがあのあの上に固まったような感じになりますのであのそれをあのいい状態にするのが慣らし運転で徐々に徐々に徐々に目安的には5タンクくらいでいいと思いますでマフラーからあの夏との冬だとメインニードルの,あの締め方が違いますけれどもあのマフラーから煙が出てるうちは大丈夫ですただライバルがいてあのニードルを絞っていって燃料が高くなるとあのスピードが速くなるものですから絞りすぎて壊しちゃう場合があります えーと基本的にはエンジンをピークになってそのピークじゃまずいんでピークで手前くらいですね。で止めとくのがコツですね。とにかくマフラーから煙が出てるふうにこのメインニードルを合わせます。これが中間から上のメインニードルで、えー、とこっちの方があのストッパーですね。空気の位置で止めたりとかキャブレターによってはもう一つ穴が開いてアイドリングの調整とかもできるようになってます。まあ自分でバラして組み立てることもできますけれども。あのー 電動とは違う面白さがあってサビ止めをくれてまず遊んでみてそれからだんだん慣れていくからその内部の構造も動いていってやるとさらに深みがは,はまって、えー、面白いと思います。まあ音が魅力の一つなもんですからあの昔から音が静かにねマフラーはあのやっぱり魅力が半減するもんですからあまり流行ってないもんですから、まあ、人の迷惑にならないようなところで、えー、危なくないよう是非チャレンジしてみてください。 えこれはあ,のあくまでもちょっと説明書がちょっと,えと全部書いてない状態のがよく見ますんであの問い合わせが多いのをちょっと簡単にまとめましたわからないときはやっぱ経験者にあの聞いていただいた方がよろしいと思いますで最後にあの え必ず1人とか2人で遊ぶ場合とかは持っていった方が予備は持っていった方がいいですね。燃料はともかく、あと燃料はもう当然ですけれども、プラグが切れたらプラグでもそこでおしまいになりますし、プラグヒートも予備は持っていった方がいいですね。その方で、あのー、時間が取れるときに、えー、アウトドアで遊ぶようなものになります。以上簡単でしたけれども、えー、また動画こういうのもアップしますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。えあのご清聴ありがとうございました。